ウィルクス軍はアメリカ合衆国ジョージア州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は1万593人であり、2000年の1万687人から0.9%減少した。軍庁所在地はワシントン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。地域の歴史協会や商工会議所を含め地元では ワシントン・ウィルクスと呼ばれ、軍庁所在地と軍が一体として扱われるのが普通である。サバンナ川中流地域に属している。ウィルクス軍は、イギリスの政治家でアメリカ独立を支持したジョン・ウィルクスにちなんで名付けられており、1777年2月5日に、ジョージア州最初の憲法で作られた8軍の一つなので、州最初の軍とみなされている。他の7軍が、 植民地時代のパリッシュから移行したものであり、ウィルクス軍は1773年にクリーク族とチェロキー族インディアンとそれぞれ結んだオーガスタ条約によって譲渡された土地にできたという特徴がある。サバンナ川の滝線より上、ピードモント大地に位置している。1790年から1854年、軍域から新しい軍ができていったので面積は小さく、 なっていった。ジョージア州議会は、エルバート軍、オグルソープ軍、リンカーン軍の全体を、ウィルクス軍から作った。また、マディソン軍、ウォーレン軍、タリフェア軍、ハート軍、マクダフィ軍、グリーン軍の一部も作られた。アメリカ独立戦争中には、ジョージア州で最も重要な戦闘の一つが起きた。1 7 7九年のケトルクリークの戦いでは、アメリカ側愛国者部隊が、 ロイヤリスト部隊に勝利した。18世紀、地域の開拓者は土地を開きプランテーションを作るために奴隷を使っていた。1793年、ワシントンの東にある綿花プランテーションであるマウントプレザントは、イーライ・ホイットニーがその画期的な発明であるコットンジンを初めて使った場所となった。これにより、繊維の短い綿花の栽培を拡大することが可能になり、 ウィルクス軍の高地で成功するようになった。さらにディープサウス全体で綿花プランテーションが拡大し、大半がシー諸島やローカントリーで栽培される繊維の長い綿花の生産高を上回るようになった。プランテーションの拡大とともに奴隷の需要が増していった。奴隷貿易が終わった後の1800年代、アッパーサウスからディープサウスへの奴隷交易が盛んとなり、 数多い奴隷が移動させられた。南北戦争の時、ウィルクス軍近くで戦闘は起きなかったが、アメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスが最後にその閣僚と会合したのが、ワシントン市中心街にあるゲンウィルクス軍庁舎のある場所だった。ここで公式にアメリカ連合国政府を解体した。連合国の財産から最後に金が失われた場所とされている。 人々はその金を探し求め、ジョージア州でも最も長引きおそらくは魅力的なミステリーの一つであり続けている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は474.00平方マイルであり、このうち陸地471.37平方マイル、水域は2.62平方マイルで、水域率は0.55%である。 アメリカ国道ジョージア州道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。